はい、こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきます。今日はですね、ボックス紹介のディフェンダー編ということで、最後ですね、サイドバック、センターバック、ゴールキーパー、の紹介していきたいなと思っております。はい、じゃあですね、まあ早速いきますか。はい、で、ライトサイドバックから紹介していきます。ライトサイドバックは、まああんまり多く固定化してなくて、今映ってるこの5選手ぐらいですかね、クク抜いて5選手ぐらいを結構回し回しで使っているというような状態です。で、リヒトシュタイナー、アウベス、ベリエン、カルバハル、ネルシーノと、はい、どれも強いですね、やっぱり。で、ネルシーノとかエクテルベリエンはもうスピードがめっちゃ速いんで、まあ、サイドバックと言いつつかなり深いところまで入ってってクロス上げたりとかっていうような感じで、まあ、カルバハルも速いかみたいな感じで使っているのと、まあ個人的にはでもアウベスが一番使う機会多いですかね。そうですね、まあ使う機会としてはもしかしたらネルシーニョとかの方が高いかもしれないですけど、まあ本気でやるならアウベススタメンにするかもしれないですね。はい、という感じで結構この辺りをいろいろ使い分けながらやってるというようなのがですね、ライトサイドバックですね。ベリエンは総合値的にはそんな高くないんですけど、やっぱスピードが半端ないんで、こんな感じです。スピード瞬発力95、98って感じなんで、普通に面白いし、使ってて楽しいんで使ってるという部分もあるかなとは思います。あとはライトサイドバックはあんまり育ててなくて、ファギネルっていう選手がまあたまたま出たんで、一卒してたりとか、まあ、セドリック・ソアレスとかは結構いいなと思って、今育成してたりはするんですけど、まあこんな感じかなと思ってます。はい、でレフトサイドバックは、まあ、マルセロですね。マルセロが一番育ててるし、まあ、スタメン一番のスタメンでいくと誰っていうとマルセロ選ぶかなと思ってます。で、金で言うと、まあ、キンスカットの時は結構これもあんまり固定化されてなくて、ファビオコエントロン、モンレアル、ディーニョあたりを結構互い違いでこう使ってるっていうのが現状かなというところです。はい、モンレアルはやっぱ結構いいなっていう感じはしますけどね、アーセナルの。はい、こんな感じですね。はい、という感じです、レフトサイドバック。で、あとはジョルディアルバとかもいるんですけど、あんま育てられてないっていうのと、ベインズはこの前20万ですかね、20万の黒角で出たんですけど、ちょっと渋いですよね、なんか悲しい気持ちになりました。はい、ということで、そんな感じですかね。レフトサイドバックはそんな感じです。まあまあまあ、そうですね、そんな感じかなと思います。で、センターバックは、センターバックは僕結構いい選手あるなと思ってて、まあ総合値2018では下がっちゃいますけど、セルヒオ・ラモス、ボアテング、ペペ、あとはキエリーニとか、だいぶいい選手、僕の好きな選手かつ結構強めの選手集まってるんじゃないかなと思ってます。はい、で、あとはですね、マノラスはほんと強いっすね。たまたまエージェントで2回出て今一突してるんですけど、強いっす。この能力見てもらえればわかると思うんですけど、めちゃくちゃ強いし、かつスピードもあってスタミナもあるんで、まあ欠点がないセンターバックなんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、で、ちょっとですね、マノラスとつらせるのもいいなと思って、最近ギリシャの、スカウト狙ってたりもするんですけど、いい、本当にいい選手だなと思ってます。はい、ただまあローマなんでね、まあ、今だとナインゴランとか結構いるんで、だいぶスカウト高騰しちゃってるんですけど、2018になってからいろいろ狙ってもいいかなとはぶっちゃけ思ってます。はい、で、マノラスとか、バルザッリ黒に昇格しますけど、いいですよね、やっぱバルザッリもいいかなとは思ってます。まあ身長はね、高いけど、まあまあまあいいか。そうですね、バルザッリいいと思う。コンディション安定の8もあるんだ、今更気づくっていうあれなんですけど、バルザッリもやっぱいいっすね。はい、あとはベナティア、フェルトマン、フェルマーレンとかも地味に使ってて、まあ最初の方に結構レベル上げたっていうのもあるんですけど、結構使ってますね。で、銀だとやっぱエリック・ベルトラン、強いっすね。ベルトランはこれだとスペシャルエージェントで出た感じですね。なんですけど、強いっすね、やっぱ。銀の中ではだいぶ、コンディション程度が低いのが、まあ、またもネックなんですけど、まあ、エリック・ベルトランはいいなと思ってます。まあ、2018では金に昇格するみたいなんで、まあまあまあ、銀スカットでは使えなくなっちゃうんで、ちょっと代役探さないとな、とは思ってます。あとはボヌッチとかは最近当てたんですけど、あんまり使えてないなーっていう印象ですかね。はい、
あとはまあセンターバックはそんな感じです。でも結構強い選手集まってるんで、個人的には全然今、満足してる状態だなとは思ってます。はい。で最後ゴールキーパーいきますか。ゴールキーパーはもう僕はクルトワしか、まあ強いゴールキーパークルトワしか持ってないっていうのもあるんですけど、クルトワもう信者なので、強いです。本当強い。クルトワだいぶ止めてくれますね。はい。で、クルトワがいて、一応ケイロル・ナバスだけか2人か、黒のゴールキーパー2人なんですけど、ケイロル・ナバスは最初の方に出てずっと使ってたんですけども、クルトワ変わっててクルトワに変えちゃいましたね。はい。あと金のゴールキーパーは結構いい、まあ、ゴールキーパーなんか地味に多いんですけど、金は結構いいの持ってて、オブラク、レイノ、ペリンあたりはだいぶいいんじゃないかなと思って、保持してます。で、まあ、オブラクは黒になりますし、一応29レベルまで育ててるっていうような状態ですね。はい。で銀のゴールキーパーでいうと、まあもうバイデンフェラー一択、一番強いの誰って聞いたらもうバイデンフェラーしか選べないかなとは思ってます。はい。まあ、銀のマックスでこの能力値なんで、とつらせて使ってもいいぐらいだなとは正直思ってます。で、あとはですね、最近僕結構気に入ってるのはミニョレ。ミニョレはやっぱだいぶ使い勝手いいなと思ってて、パートナークラブズセカンドかなんかで、イベント対象選手だったので使ったのが初めてのきっかけだったんですけど、いいですね。結構バイデンフェラーと同じぐらい使える印象あるなっていうところです。はい。銀だとその2人ですかねっていう感じです。あとはマシップか、マシップとかも結構いいって言われてる方多いんで、ちょっと育ててみたりとかはしてるかなっていうところです。はい。という感じで、ゴールキーパーも紹介させていただきました。で、ここまでですね、すいません。長い間お付き合いありがとうございました。こんな感じの選手がですね、僕は今保持しているので、まあ2018になっていろいろ変わるとは思うんですけど、2017最後ということでボックス紹介させていただきました。はい。ということで、今回はですね、動画以上で終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。